皆様こんにちは。オッターバープレゼンターのピアニスト本田誠二です。今日はですね、オッターバフレスカの方にテノールの西村聡さんをお迎えしまして、それでもうなんと長尺47分ぐらいお話になれたんですけど、そんなに話しました。まだまだ話し足りないということで、話し足りなかった。こちらのね、 YouTube チャンネルにもご登場いただいてるんですけども、これがねラジオの時はちょっと画像っていうわけにいかなかったんで、皆さんにお見せしたいんですけども、ファーストアルバム、いろんな意味が入ってる、第一歩という意味が大きい、ウンパッソという西村さんのファーストアルバムなんですけど、はい、これ思ったんですけど、あっちこっちがオレンジですけど、ひょっとしてオランダのファンとかそういうわけじゃない？いやいや、そういうわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか、はい、これはどうして、このオレンジ、オレンジって、はい、なんかすごい食欲とか、はい、なんかこういろんなね、欲をね、こうかきたてるっていう色なんですよね。あ、なるほど。パッと見て、なんかこう明るくなる。あ、なるほど。それを一番にこう感じてもらうパッケージになってると思うんですけども、ちなみにこれ裏ジャケのってオレンジのこの、 あのセットっていうか、お洋服お持ちなんですか？ニットなんですよ、はい、でこの全部白黒にしてですね、そのオレンジだけ浮き立たせるっていうのが、その CD ができた時にどんなパッケージしようかと思った時に、パッと頭に浮かんで、自分で絵を描いて、あの絵コンテみたいにして、あらま、でキングさんにこういう感じでお願いします、イメージを伝えたんですよ。いいですね。でも逆にデザイナー様ね、何か全部お任せいただくより、こうやって明確なねイメージがあった方がやりやすいと思う、ね、したら、あ、意外に、白黒もいい、だいたいこうカラーでね、まあそうですね、あの CD のところで並ぶじゃないですか、そこで白黒がボンってあると、なるほど、いいんじゃない。しかもこれ新しいお写真ですか、こちらの。そうです、そうです、ですよね。今までの西村さんのお写真だとちょっと角度をつけてらっしゃったっていう印象が私すごくあったんで、はい、あ、今回は本当に正面でドーンと来てらっしゃるなって。で全部ね、あの裏もですね、また中も写真が載ってるんですけども、そこもですね、全部いいんですよ。あらまあ、だそうですよ。これはラジオでちょっとねお話しいただけなかった。これはやっぱり、あの手に取っていただければ。なるほど。でやっぱり配信で買っていただくのもいいんですが、本物をね手に取っていただくと、この僕のこだわりのジャケットも見ていただけると。この CD はねやっぱりジャケットがあるからね、まあそれこそ昔の古い世代のレコード知ってる人だったら CD 小さいって言うんですけど、やっぱり配信って結局なんかね音だけですから。そうね、ちょっと配信だとこだとここだけじゃないですか。そうそうそうか、ジャケットが出るのここ、ジャケットが出るの、これ中がまた裏もいい、いただいてるんですか。まだ中見てないんですよ。なんで今開けてくださらないんですか。すいませんすいません、後でこっそりと。いやもうね、音は全部ねもうあらかじめ聞かせていただいて、素晴らしいなと思ってたんですけど、はい、こうねやっぱクラシックっぽくないジャケットにしたいな。なるほどなるほど。第あの一個をまずね、伝えさせていただいて、そこからデザインをデザイナーさんと一緒に、はい、考えました。なるほど。全部これ僕のあのフォントもですよ、全部この。あ、そうなんですか、はい、これフォントもちょっと独特だなと思ったんですけど、はい、これなんていうフォントですか。あ、忘れましたすいません本当ですか、はい、本当です。いやいやいや、いや、まあ、そういう意味じゃね、こだわりが詰まった。しかもオレンジっていうのはなんていうんですかね、明るく前向きなっていうか、そういう、ね、私もねオレンジとかそもそも食べる方でオレンジがすごい好きなんで。あ、本当ですか。あのスペイン行ったら冬もで7杯ばっかり飲んでるんですよ、オレンジジュースばっかり。でようやくほら日本のどっかのジューススタンドで、あのこうやって入れると絞ってくれるって、はいはい、いわゆる出てきた。イタリアでいうスプレムータみたいな感じですね。はい、でももう生オレンジが、まあ、これ行くとそう、全部当たり前じゃないですか。どこ行ってもあれのオレンジ絞り、オレンジジュース機があるんで。美味しいですよね。美味しいですよね、あれね。あのグルメですか。いや、グルメではないんですけれども、はい、あ、でもそうか、でもこの体型から言いますとね、結構食べてる方かと思います。僕らもそうですけど、音楽家って、大体みんなこう食べるの好きじゃないですか。確かに確かに、はい、僕も食べるのと、まあ、お酒がやっぱり好きなんですよ、うん、そこのところでね、やっぱり緊急事態の時ってなかなかね食べに行けなかったんで。本当ですよ、本当に。これから何食べに行きたいですか。今だったら焼肉行きたいですねいいですね、はい、行きつけのとかってあります。あります。一応ですか、はい、大好きなんですよ。わかります。あの私もだからね、歌手の方をインタビューしてて、やっぱり焼肉が好きなっていう方がいらっしゃったんで、多いです、ね、一緒に行きつけの焼肉屋ご案内したこともあるんですけど今度だ本当だったらこれ終わった後、はい、本田さんちょっとじゃあご飯食べ行きましょうってね普通は言うじゃないですか。確かに僕ねその誘い方も忘れちゃいましたね。確かにそれなかったですもんね。仕事終わって、はい、やっぱり、はい、もうみんな直帰じゃないですか。すぐ解散ですか。絶対に群れないでください、うん、だって楽屋にもなかなかねたくさんいないでくださいって言われますね、はい、どうするだ今後ね、うん、どうやってやってたっけってちょっと思い出す、思い出しながら今後ね、今
今一応開けたんですかね。はい、開けました。ようやくもう飲食店、ね、なんか後ろめたいんですけどね。まだね。いや、まあそれは気をつけなきゃいけないです。どっかにはコロナが、ね、やっぱりいるんで、あの映らないとは限らないので。なるほどなるほど。やっぱり慎重にね。はい。じゃあそういった意味では、まあ、イタリア生活もされてますけど、勝負ご飯とかやっぱり大きな舞台とか、それこそほら放送の方でも伺いましたけど、ワグナーなんか大変じゃないですか、うんうんうん、やっぱり長丁場の舞台ですけども、はい、あのその歌う前にはたくさんはお食べになれないと思うんですけど、なんかでも勝負飯とかっていうのそういうのってございますか。おにぎりですね。あ、やっぱり日本人、うん、なるほど。あのイタリアいる時もやっぱりおにぎり、ご自分で、うん、握って、食べて、行ってましたよ。それはそれは、はい、やっぱりなんか、血はね、日本ですから。やっぱりね、そうありますね。そういったところもね、中村さん面白いですよね。だからなんていうか、その歌い手さんとしてのイメージだったのもほとんどハーフイタリアンかなってぐらいかっこいいのに、いやいやいや、実はお話を聞いてみると、まあしっかり日本語で言えたらしちゃうし、おにぎりらしいです。はい。だから日本の歌なんかも歌われることっていうのは、例えばリサイタルでは多いです。はい。日本語だけでコンサートもやったこともありましたし。いいですね。はい、やっぱり大事にしていかないと、うん、あれは母国語ですからね、はい、でやっぱこう僕から発した言葉が直にこうお客さんもやっぱりこう感じ取れるわけです。それが大きいですね、日本でもね。外国語だとやっぱり何を言ってるか分かんないし、そこが伝わって初めてね、こう、劇場と一体、歌詞とね、はい、一体になるっていうのがね、はい、うん、日本語だと分かりやすくていいんですよね。なるほど。だからこれからもずっと大事に。いいですね。いや、うん、西村さんのね、あの今オペラだけではなく、そういった歌曲のリサイタルも要チェックです。ただですね、私放送の方でやっぱりオペラのレパートリーについてとか、オンエアをちょっとかけることができなかったので伺いたいんですけども、やっぱり今のところなんていうか、これは自分のハマり役だなとか、これだったら任しとけとか、これやりたいなとかっていうイタリアオペラのものっていうのはどの辺にあるんでしょうか。やっぱラボエムのね、ロドルフ。あ、やっぱりそうですか。あ、まあ、等身大ですからね。ああ、そうですか、うん、要するに原稿書くっても結構等身大な感じ、ね、そうですよね。あ、うん、まあ、もちろん詩人ではないんですけど、なんていうかこう恋愛に対しての思いであったりとか、はいはい、女性に対しての思いとかっていうのはまだ、はい、ね、青春の時の気持ちは、忘れてないので、はいはいはい、そこもやっぱり一番演じやすいかな。なるほど、うん、あ、じゃあぜひ伺ってみよう。実はですね、西村さんは大変な愛妻家でいらっしゃるんですけれども、同時にね、私いつも思うんですけど、ボエムのロドルフォって手早すぎると思うんですよ。ケジェリで歌ってそのまますぐもうできてるじゃん、ミモザ行く時はって言って、 なるほどね、なんでああやって誠実な男ですよ、もちろん一応全体として変えたら誠実な男で、そのために身を引くとかやるんですけど、でもですね、やっぱりちょっと手早すぎるだろうっていつも思うんですよ、伴奏してて。あのあたりのそのロドルフのキャラクターって、私いまいちストンと来てないんですけど。そうですか。どんな印象を持ってますか。僕ね、ええ、あそこでね、はい、僕は初めて会ったとは僕は思ってません。ああ、そっか。もうずっと彼女のことは好きなんですよ。なるほど。もう出会ってたじゃないと成立しないです。なるほどなるほどなるほど、うん、でそっかそっか。耳自体もロドルフのことは知ってます。知ってて、ね、でお互いにね、なんとなく意識は絶対してるはず、なるほどなるほど、そういう前提があるという、うん、あります。なるほどなるほど、はい、それが、いいきっかけになったのが、あの場面、クリスマスイブのね、はい、ドタバタで友達が来てて、その後いなくなってっていう、はい、と考えれば、ええ、僕は、ええ、自然かなと思ってますよ。なるほどなるほどなるほど、うん、いやそう、実は僕は大学院の修士論文ラボエムで書いてるんで。あ、そうなんですか。はい、だからちょっとね、いろいろ好きなんですよ。いや、だから私も大好きで、唯一全幕弾いたことがあるオペラなんですよ。本当にピアノ1本でやったんですよ、文京シビックで。それですごい楽しかったんですけど、しかもほらパリに留学されて、そうです、なおさら、そうです。だけれども、まあとにかく要するにミキアもミミから、それからケージェリーで行って、そのまますぐ盛り上がって2人でって、あそこの流れだけどうしてもついていけなくて、はいはい、もうかよとか言いながら、それでいきなりみんな最後敗戦で終わってるっていうところが、急激すぎてあまりにも一幕にこう詰まっちゃってるもんですから、はい、あそこが今までに謎なんですよね。コンコンコンって来た時にも、あ、その方だ、よっしゃ来た、いつかこの時が来たらっていうふうに備えてた詩なんじゃないかな。そうか、だから多くの別の方のテノールの方も言ってました、あれ手握ったのは確信犯で、はい、そうです、絶対にもう握るぞって決まってた。なるほどね、まあクリスマスですしね。なるほど、そういった、そういうオペラの話も面白いです、ね、面白いですよ、面白いです、ね、ぜひぜひね、そういうところもね、はい、来ていただければと思います。本当今日はね、いろいろご登場いただいて、ウンパッソの、アルバムのお話をいただきましたが、これからも楽しいお話、またおったまにも来ていただきたいと思いますけど、今日は本当に長丁場ありがとうございました。ありがとうございました。
楽しかったです。素敵なテノール西村聡さんを、お迎えしまして、ドッタバ YouTube チャンネルの方で、まあ、どっちかというとフレスカおかわりな感じですけども、お送りいたしました。ドッタバフレスカの方は、毎週月曜日から金曜日まで朝9時から12時までの生放送でお届けしております。そして10月6日の回、ぜひオンデマンド回になっていただいて、西村さんのご登場の場面聞いていただきますと、すごく楽しいお話が伺いますので、どうぞチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。The gentle murmur of a brook, the whispering of the trees in a forest, the relaxing rhythm of the waves on a beach. We'd like to share with people around the world the voice of the planet.Beautiful melodies played by the earth. Voice of the Planet is a service on which you can enjoy a mix of sounds of nature and classical music 24 hours a day. It's brought to you by Ottava, the Japanese internet radio station specializing in classical music. Enjoy our high quality natural sounds recorded all over the world and messages from the countryside of Japan, known here as Satoyama. And it's for a good cause.Part of Ottava's fee is donated to restore the nature of disaster-hit Fukushima and the endangered habitat ecoregion of Yakushima. Please search for us on Voice of the Planet Tokyo.